デジタルマーケティングってめっちゃ聞いたことはあるんですけど、はい、具体的にどういうことをするのかも分かってなくて、はい、デジタル広告をはじめとしたデジタルマーケティングにおいては基本的にかなりの出来事が数値化できる世界になってるんですよ、はい、デジタルマーケティングをある程度ご自身でやられてきた方とか言ってやったことがあるっていう人ほど陥りがちな罠なんですけれども、うん、DNA 内のいろんなこうサービスのマーケティングを取り扱って実績がたまればたまるほどもうあの問題にはこう決着がついた。デジタルマーケティングで言うと顧客視点じゃなく数字に重きを置きがちっていうことだと思うんですけど、はい、なんかそこをどうにか顧客視点に戻すためにというか忘れないためにやってることとかあります？ポイントもらった後も、はい、ライブ見に来てくださる方が多かったんですか？非常にこう残ってくださる方が想定以上に割合として残ったっていう形です、はい、始まりました事業家の DNA。 本日はですね、新シリーズ明日から真似できるビジネススキル塾ということで、初回のテーマはデジタルマーケティングの3つの落とし穴となっております。イリアムのグロースマーケティンググループに所属する庄島さんにお越しいただきました。庄島さんはですね、複数のゲームタイトルやヘルスケア新規事業においてデジタルマーケティングを担当されてきました。本日はついつい陥りがちなデジタルマーケティングの落とし穴について教えてもらいます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。聞きたいんですけど、デジタルマーケティングってめっちゃ聞いたことはあるんですけど、はい、具体的にどういうことを指すのかも分かってなくて教えてほしいです。分かりました、デジタルマーケティングって確かに本当に広義な意味だといろいろあって、はい、まあ、例えばこうインフルエンサーを起用したマーケティングだったりだとか、はい、あとはまあ SNS 運用だったりとかあるんですけれども、まあ、本日その中でも特にピックアップしてご紹介しようと思っているのがデジタル広告です、ね、デジタル広告、はい、デジタル広告、うんうんうん、なんか Google とかあれですか、 X とかに出てくる広告みたいな感じですかね。まさにそうですね、うんうん、はい、皆さんが普段生活している中でも多く見かけているものかなというふうに思っているんですけれども、ネットサーフィンしても出てきたりだとか SNS を、まあ、閲覧しているときに流れてくる広告のことですね。なるほど。じゃあそういう多分結構起業したての方とかサービス作りたての方も、まあ、広告等ってなった時に陥りがちな落とし穴3つを今日教えてもらえるっていう感じですかね。はい、ありがとうございます。ではここから、デジタルマーケティング3つの落とし穴についてご説明できればなと思ってます。はい、ではまず1つ目なんですけど、事実と真実は異なるというお話です。はい、はい、デジタル広告をはじめとしたデジタルマーケティングにおいては基本的にかなりの出来事が数値化できる世界になってるんですよ、はい、例えばクリック率だったりとか、クリックしていただいた方々の何名ぐらいが、インストールにつながったのかとか、そういったところが数値として残るようになってるんですね。はい、なのでこう広告を出稿していく中でもそういった、まあ、クリエイティブ A とクリエイティブ B があった時に、こっちの方がクリック率が高いねとか、あと、まあ、こっちの方が制約率が高いねっていうところがあって、まあ、よしあしをこう見て AB テストしていくんですけれども、その時に陥りがちなのが、まあ、数字だけでこう見えてる数値をこう間違って解釈してしまうっていうところがよく陥りがちな罠になっています、はい、例えばなんですけど、はい、A というクリエイティブのクリック率が、はい、まあ、じゃあ 3% でしたと、はい、で続いて B という広告のクリック率が、1% でしたと、うん、いう感じでなっていたとしても、じゃあこの時点でこうどっちの方がこう引きの強いクリエイティブなのかって、クリックをより呼び寄せるクリエイティブなのかっていうと、まあどう考えてもこれは A だと思うんですけど、はい、ただ前提条件がどうだったのかっていうところだったりとか、まあ、例えば OS がこれ A と B で配信したものが違ったりとか、うん、あとはターゲティングがそもそも違ったりだとか、うん、よくよく調べてみたら出てる出面が違ったよね、はい、みたいな感じになってくると、はい、あくまでクリエイティブだけではなくって、まあ、他の変数によってこの差分がクリック率の差分が生まれてるかもしれないっていうことが、うん、まあ、本当によく起こるんですね。なので、まあ、どこまで行ってもこう条件を揃え切る、まあ、期間も含めて揃え切るみたいなところに関しては難しいところはあれど、まあ、起きているこのファクトとしての 3% と 1% っていうところは認識しつつ、まあ、しっかりこう比較する上で真実を見極めていこうっていう、はい、なるほど。この数字だけに惑わされないというか、
他の条件何なんだっけみたいなところまでちゃんと見なきゃいけないですね。そうですね、はい、まさにそう で、まあ、ターゲティングの部分で差分がつくこともありますし、例えばこう YouTube のサムネイルとかでも、はいはい、まあ、誰に対して指したいかによってクリック率の相場感も多分きっと変わってくるので、ね、はい、まあ、あの意味のあるあのクリック率が出てるかとか、まあ、そういったところはなんかこう出てくるかなというふうに思いますね。はい、なるほど。続いて2つ目が、過去実績にとらわれるなです。はい、これもどういうことですか。はい、はい、ですね、これはこうどちらかというとデジタルマーケティングをある程度ご自身でやられてきた方とか、あの言ってやったことがあるっていう人ほど陥りがちな罠なんですけれども、うん、必ずしもこう過去実績だったり他社さんの事例すでにあるものをあの全く無視しろとかそういうことが言いたいわけではないんですが、それにとらわれ続けると、まあ、最新で起きている状況とかトレンドを見逃すことになる、そっちの方があの機会損失につながるっていうところを言いたい話ですね。実際にこう例えば、まあ、X の広告においてはこういう表現手法がいいよみたいなところを、あの見つけていたとしても、その情報が2年前とかだともう最新 の X のタイムラインでは通用しないみたいなことはもうざらにあるんですよ。はい、で今はなんかすごく分かりやすく例えてそう言ったんですけれども、はい、DNA 内のいろんなこうサービスのマーケティングを取り扱って実績がたまればたまるほどもうあの問題にはこう決着がついたみたいな形で、はい、そのまま前に進めていくっていうところで、なかなかこうちょっと忘れがちになってしまうところだったりするので、確かに、はい、まあ、今に目を向けろみたいな感じで意味をなんかこう向き言い換えられることもできるかなというふうに思っていますね。なんかよくあるその過去のバズってる広告とか広告手法を真似てもううまくいかないパターンみたいなのってあったりしますか。はい、実際に、まあ、我々がこう失敗したというより最初成功したっていう事例がありまして、はいはいはい、まあ、TikTok 広告で TikToker さんを起用して、うん、まあ、クリエイティブを制作しましたと。はいはい、でまあ、それの効率が非常に良かったんですけれども、うん、まあ、その時に良かったのがその TikToker さん自身 の, あのトークが良かったのか、あるいはまあ表現手法が良かったのか、メッセージが良かったのか、あるいはそのファン層に刺さっていたのかっていうところとか、うん、まあ、いろいろ仮説はあるんですが、一番なんか確からしいなって思ったのが、当時あの TikToker さんを起用したクリエイティブっていうのがまだそこまで主流ではなくって、あのいかにちょっと広告色が消えるような形で、あの、うん、馴染んでユーザーさんに受け入れられたのかなっていう、まあ、まず見ていただけたっていうところが大きかったのかなっていうふうに思っています。まあ、ただその時代と比べると今同じことやっても全然うまくいかないですし、うん、はい、まあ、そこはもう本当に今何がこうトレンドなんだっけっていうところだとか、確かに、はい、今何がこう自然に見えるんだっけみたいなところで言うと、はいはい、これ広告じゃんってすぐ分かっちゃったら見てもらえないみたいなのありますもんね。そうですね、はい、まあ、直近で言うとこう猫ミームとか、まあ、すごく流行っているんですけど、はいはい、まあ、あれはちょっと権利の問題上我々が広告で利用するみたいなのはなかなか難しいですが、なるほど、はい、そういうのも含めてトレンドの選定も難しいですね。そうですね、はい、まあ、ただなんかそういったところはあの日々普段からあのチームメンバーともどもですね、あの実際に出向している媒体を利用してみてっていうところで、はいはいはい、勘どころをつかむようにはしています。なるほど、はい、ありがとうございます。はい、しもちゃん3つ目お願いします。はい、顧客視点を忘れるの、はあ、本当はなんか一番上に持ってきたかったぐらい、あの、はい、すごく大事だなって思ってるところなんですけれども、事業会社でこうマーケティングをやっていると、自社のサービスの、まあ、すでにいるお客さんと、あと、まあ、これからこうお客さんになっていただきたい、まあ、マーケティングターゲットの方々とっていうところを、まあ、両方こう見ていく形になるんですけれども、まあ、双方の視点をこう持ち続けていないと本当にこうサービスの本質的な成長につながらないっていうことがございまして、まあ、これは本当にデジタル広告、デジタルマーケティングに限らず、マーケティング全般に言える話かもしれないんですが、はい、まあ、特にまた数値がよく見えるからこそ数値ばかり追いかけて視点が欠けてしまうみたいなことはよく起こったりするので、はい、ここは非常に大事なポイントになっております。なんかじゃあデジタルマーケティングで言うと顧客視点じゃなく数字に重きを置きがちっていうことだと思うんですけど、はい、なんかそこをどうにか顧客視点に戻すためにというか忘れないためにやってることとかありますか。これはですね、まあ、自社サービスでいうとその自分のサービスをもちろんこう使って、はい、あのサービスのお客様の気持ちを、まあ、理解するってあるんですけど、うん、あのもう本当にサービスに潜り込むっていう形ですね、
はい、うんうんうん、っていうところが、まあ、まず1点で、マーケティングターゲット、これからこうお客さんになっていただきたいなって思ってる方々に関しても、はい、僕もやることは結構同様で、例えばこう VTuber ファンをターゲットにするのであれば、うん、まあ、自分自身もその VTuber をこう見てみて、まあ、得られる感情だったりだとか、はい、体感っていうのをあの感じてみたりだとか、はい、まあ、実際にこう、まあ、イベントに参加してみたりだとか、うんうん、まあ、そういったところのお客さんの目線に立つっていうところをあの、まあ、サービス内外問わずですね、はい、やっています。まあ、実際にこの顧客視点っていうのは本当非常に大事でして、はい、こうイリアムでもですね、はい、あの実際の実在するライバーさんをこう起用して広告に起用して出稿を行っているっていうのを普段やっているんですけれども、まあ、その中でも非常にこう広告効果の高いライバーさんが過去いらっしゃって、で、まあ、そのライバーさんの広告をまあ中心に出稿を伸ばしましたっていうことがありました、はい、その時にこう何が起きたかというと、まあ、その広告経由でこうイリアムをこうダウンロードインストールしてくださったユーザーさんが、その方の配信枠にとてもこう集まっていたというような形です。はい、で普段イリアムのこう配信枠の中でも、まあ、多いのは15人とか前後っていうところで、うん、まあ、それでも多いなっていう感じのところの規模感なんですけど、はい、まあ、その規模感が一気に100人以上に同時接続者数が広がっていったっていうところとか、めっちゃ増えましたね、はい、なので、あの普段もともといたリスナーさんからすると、あの体験価値が非常に変わってくるっていうことになっていて、はい、一見なんかサービス的にはいっぱい人が見てくれていいと思いきや、そうじゃないポイントもあるんですね。そうですね、はい、もうあのやはりこうだ5人10人で楽しかった、そのコミュニケーションだから楽しかったっていうところが、はい、一気に100人になってしまうと全くの別物になってしまうので、はい、まあ、果たしてそれって正解なんだっけっていうところを、もう本当に社内のメンバーで、マーケーメンバーのみならずですね、議論したりとかして、まず、あの実際にこうライバーさんご本人にヒアリングをしたりだとか、そういったところもありましたね。はい、なるほど。でそういう時は実際にユーザーの方ともコミュニケーションも取るんですね。あ、取りましたね。はい、まあ、そういったところでこう、まあ、既存のユーザーさん、あのライバーさんもそうですし、リスナーさんもそうですし、はい、あとあの実際にこう新しくその広告を見てダウンロードしてきた方は全然悪くはないので、その枠に行くこと自体は、はい、まあ、そういったところの影響も加味して、本当にあのサービスの本質的な成長というか、うん、あの健全に成長していくためにはどんなマーケティングをやるべきなのかなっていうところをずっとあの数値だけではない部分を含めて意識しています。確かに、はい、逆視点とか、まあ、そのサービスが本当にここは守りたいんだっていう体験価値みたいなところを忘れちゃいけないっていうところですね。そうですね、はい、うん、実際にこうクリック率が高いとか、あの広告効果が高いとかっていうところはある程度その短期的な視点で、はい、まあ、そこがいいからといって、まあ、あのずっとそれでばっかり見てると、あの今あのお話ししたような体験価値を損ねるような出来事が実は中で起こっていて、でそこを無視するとあのもう人が離れていってしまったりだとか、入れてるのに離れていくだったりだとか、うん、そういう視点は大事にしてますね。この顧客視点を忘れるなというところで、あの実際に派生してなんですけどエピソードもございまして、はい、うん、2023年にイリアムでもこうアフィリエイト広告っていうところを拡充させていきました。アフィリエイト、はい、でアフィリエイト自体はあの成果報酬型広告と呼ばれるものでして、うん、あの1件あたりインストールが発生したらそれに対してあの広告主が費用を支払うっていうモデルなんですけど、まあ、その中でも実際にアプリをこうダウンロードしてくれたりだとか、まあ、ダウンロード後にあの特定の地点までこう利用してくださった方にこうポイントを付与するっていう広告のパターンもあるんですね、はい、まあ、代表的なところで言うとあの漫画アプリとかにこう載ってるんですけど、まあ、このミッション達成したら、漫画ポイントこれぐらいあげますみたいな感じのものですね、はいはいはい、アプリ内で使えるポイントもらえますよ、はい、あ、そうですね、はいはいはい、まあ、そこにあのイリアムも出稿を始めたっていうのが昨年の出来事でしたと、はいはい、ただこれまであの DNA の実績とかを考えていてもあのこれまさに過去実績の話ですね、はい、まあ、その後のこう継続率だったりだとか、うん、まあ、あの目的としている KPI を満たすっていうのがなかなかなくて、もちろんこうアフィリエイトからだと、うん、はい、まあ、ポイントをフックにしてあのお客さんに入っていただくっていうところはあるので、まあ、実際にこうユーザーさんの数っていうところは取れるんですけど、どうしてもなかなかうまくいかない、うん、あのその後が続かないっていう、まあ、ポイントをまあ付与してもらって以上終了っていうような形が多かったんですが、なので、まあ、そこまであの重要視していなかったんですけれども、こうイリアムのマーケティングを考える中で、
やっぱりイリアム自体って面白いよねっていうところが我々マーキチームの中の、まあ、根底としてあって、うん、その中でもこう体験価値を感じてもらえさえすれば仮にポイントフックで入っていたとしても続けていただけるんじゃないかっていうところでチャレンジして実際に取り組みを行っていきましょう、はい、なので、まあ、実際にイリアムの楽しさが分かるポイントっていうところが設定して、まあ、そこまで遊んでいただいたら、まあ、漫画のポイント付与しますよっていうような取り組みですね、うん、はい、やってみて実際にそれが非常にうまくいってですね、はい、まあ、これまで本当 DNA のゲームでやっていた時とは全然違うような形の実績が出たので、はい、非常に良かったなと。なるほど。じゃあ結構ポイントもらった後も、はい、ライブ見に来てくださる方が多かったんですか？が非常にこう残ってくださる方が想定以上に割合として残ったっていう形ですね、はい。今3つ落とし穴聞いてきて、はい、で磯島さんもずっとデジタルマーケティングのキャリアだと思うんですけど、はい、なんか DNA に中途として入られて、なんか DNA だからこそのマーケティングのなんか良さとか強みとかあったら教えてください。まあ、まず数字に強いというのは、うん、結構、まあ、業界的にも言っていただけることは多いんですけれども、そこは本当明確にあるなというふうに思っています。ことこうデジタルマーケティングにおいては今日もお話しさせていただいた通り、数値が非常に見れる、うん、マーケティング手法であったりするので、そういったところの分析能力っていうところは他社さんと比べても自信を持って高いと言えるんじゃないかなというふうに思っています、うん、はい。でもう一つがですね、ここはちょっと文化的な話なんですけれども、非常にこう自責志向が強いメンバーが多いなっていうのが入社して、まあ、かなり一番最初に驚かされたところでした、はい。でまあ、何もこうなんか自分を責めまくってネガティブって話では全然ないんですけど、まあ、何かこうトラブルとかミスとかあるいは予期せぬことっていうのが起きた時に、はい、まあ、本当になんかこうまず慌ててしまったりだとか、場合によってはちょっともうなんか犯人探しみたいな感じになんか陥りがちなところなんですが、そんなことは決してなく、本当に何が良くなかったんだっけっていうところとか、まあ、しっかり、まあ、かなり即向き合えるような形で、はい、メンバーが揃っていて、まあ、非常に風通しよく建設的な話ができるなっていう形のイメージがあります。まさにこう球の表面積を担うだったりだとか、はい、まあ、ことに向かっているっていうところが、まあ、そういう形に表れてるのかなと思ってるんですけど、まあ、入社して本当に割と即驚いたなっていうポイントでしたね、そこが、はい、ありがとうございます。私とかは、まあ、マーケティングすごい興味あるんですけど、はい、まあ、ずっと文系で数字とかめっちゃ弱くて、はい、なんかそういう人とかだと結構入るのはきついチームなんですかね？一切そんなことはないですね。あ、そうなんですか、はい。まあ、数値を起こして今すぐなんかめまいを起こしてしまうみたいな方はちょっとあれかもしれないですけどそんなことがなければ全く大丈夫かなというふうに思っていて、僕自身も実は数字がすごく嫌いで、大学も数字を取り扱わないという理由で法学部に入ったんですそんぐらい、はい、数字嫌いだったので、はい、そんな人間でもやれているっていうのは一個実証できているかなというふうに思っています。まあ、実際に新卒で入社したメンバーも何名かこれまでいるんですけれども、しっかりもともと別に理系じゃないメンバーも含めてですね、はいはい、数字に向き合って、論理的思考ができているなという形はなってます。で、庄島さんの今のマーケティングチームの推しポイントを教えてください。推しポイントですか、まあ、ここまで偉そうにこう先生講師というような形でやらせていただいたんですけれども、実際にすごいのは一緒に仕事をしているメンバーの皆さんでして、まあ、それぞれ得意としているところとか領域っていうのが、まあ、異なる中で、まあ、見事掛け算でうまくいい仕事ができてるんじゃないかなっていうところが推しポイントですね。はい、DNA のマーケティングチームや DNA 自体に興味を持った方は概要欄のエントリーフォームよりお待ちしております。また今後こういった企画をやってほしいなどのリクエストありましたらコメント欄まで意見をお寄せください。今日もご視聴ありがとうございました。